ジョン金曜日、到着のお時間でございます。ね、月曜日は、先週はね、ちょっとお休みしましたけども、また行きましょう、総チェック。皆さんね、勝ってても、負けてても、皆さん見てくださいよ。金曜日の視聴数が減ってますよ。まだシーズン半分ですよ。去る時もここまで半分ね、家族サービスで休む時もありますけども、ほぼ全試合見てね、ここまで来てるんで、皆さんもこの里崎チャンネルを全試合フルに見て完走するっていう超人的な、ね、お互い、ね、里崎の視聴者の皆さんもお互い、みんなで支え合って、チャレンジしましょう、1年間ね。これであなたも、プロ野球の全球団が詳しくなります。こんなチャンネルありませんよ。はい。ということでね、行きましょう。まず、ロッテ対日本ハム、5日2対1でロッテのサヨナラ勝ち、6日、5対4でロッテ、そして7日7対1で日本ハムということで、ロッテの2勝1敗で勝ち越しというね、ところになりましたけども、まあ、5日ね、日本ハム先発ポンセ、7回91球4安打7三振1球1失点と、まあ、立ち上がりね、ちょっとボール先行もあったけども、まあ、そこからね、大きく崩れることもなく、まあ、しっかり制球できて、まあ、ストレートツーシームカット、チェンジアップナックルカーブと、タイミングをね、しっかり外していくっていうところでは、グッピッチ。ね。で、ロッテ先発元前ね。6回78球、4安打5三振、1球1失点と、まあ、球数少なくね、ストライク先行で勝負できたっていうところでね、で、変化球はしっかり低めにっていうところで、こちらもね、グッピッチ。ね。まあ、どちらでもね、勝ち負けつかずっていうところでしたけども、まあ、日本はね、2回ね、野村、タイミングね、外されながらもしっかりね、引きつけて、レフトへね、ホームラン。ね。でもまあ、これのみよ。他はね、ほぼチャンスなし。5回、ワンアウト1塁で、石川バンド、263、ダブルプレー、バーッと。しっかり決めなきゃ。でもね、佐藤、出足、グッチ。ね。で、清宮、4回裏。ファーストファールフライ。フェンス激突。多分、フェンスとの距離感測れてないね。あの当たり方はもうカウンターで当たってるからね。取れてたね。その、フェンスとの距離感さえしっかり認識できれば。その、もう見えてないっていうかね、フェンスは。危ない、正直。怪我する。本当に。もうちょっと距離感ね、見ていかないと。いきなりフェンスあったのみたいな感じで落としてたからね。そういったところでバーッと怪我するよっていうね。で、ロッテはね、4回裏、ノーアウト満塁から無得点。まさかっていうね。あそこで点取ってたらね、もうちょっと簡単にね、軽く、生きてたところでね、4回ね、中村レフト前ヒット、安田センター前ヒット、デレアルレフト前ヒットで、ノーアウト満塁から、佐藤投手は三振。で、菅野見逃し三振。あの時インコースね、すごかった。ポンセ。で、山口ショートゴロでね、ノーアウト満塁は平均 2.4 点入るのよ。それ無得点。ね。しかし、ね、そんな中ね、7回裏、佐藤がね、インコース高め、引っ張り込んでね、ラグーンで、ライトへ、ホームラン。ね。まあ、初回で、ね、このワンバウンドしてからのね、セカンド盗塁させたっていうところでも最近ね、頑張ってるんで、でも2割1分台じゃ打てるキャッチャーって言われないからね。そういったところでは、もうちょっと全体的に上がっていかなきゃいけないけど、このホームランは、グホームラン。まあ、ロッテもね、ほぼ、チャンスらしいチャンス、4回しかなかったんだけども、まあ、その中ね、10回、サヨナラ勝ちで勝つんだけども、まあ、ピッチャーロドリゲスに代わって、山口がね、ライト前ヒット。で、ここでダイソーね、もう、和田が確実に出てきて、これ盗塁されるな、って言ったら、もう、そらロドリゲス、あんでゆっくりクイックミスで投げたら、そら盗塁きっちりされて、両側がね、送りバント、で、荻野がね、追い込まれながらも、レフトへね、サヨナラヒット、荻野、グッバッティ。っていうところでね、試合は、終わったけども、ね、ロドリゲス、クイック遅すぎだね。去年とか、その、栗山さんの時は、俺のこれ聞いた話だからね、どこまで事実か分かんないけど、聞いた話、2軍でもしっかりクイック 1.25 秒以内で投げれないピッチャーっていうのは、1軍に上げないっていうね、決まりだったらしい。そこは徹底してね、無駄な1点を上げるからっていうね。だから、こういったところをもっと首脳陣はしっかり教えるか、強制的にやらせないと、多分、ランナー出したら終わりだね。しかも特に終盤、ダイソー、どこの球団もバンバン出てくるからね。そういったところでは、本人任せにしないで、もっとね、首脳陣、しっかり、強制的にしなきゃいけないんじゃないのかな。まあ、その中でね、8回裏、近藤、ね、中村レフトフライ、ダイビングキャッチ、グップレー、ナイスキャッチ。そして6日ね、5対4でロッテの勝ちっていうところで、ロッテはね、効率よく、犠牲フライ3点で、で、ツーランホームランで1機、ね、で、5安打で制すっていうね。だからもうほぼほぼ打ってないんだけども、まあいい形でね、点を取ったっていうところでね。で、日本ハムは育成勝ちに行ってるっていうね、ちょっとよくわかんない感じだったかなと。で、ロッテは初回ね、荻野がセンターツーベース。で、高部ね、セカンドゴロ、進塁打きっちり打って、中村がね、犠牲フライ。
で4回中村フォアボールで安田ライトへツーベース打ってで2、3塁ノーアウトで井上はねライトへ犠牲フライでセカンドランナーの安田も3塁タッチアップで佐藤がセンター犠牲フライっていうねここでしっかり2点取ってで2アウトでもここから上原からね急にピッチャー交代西村っていうねで岡フォアボールで岡盗塁してで山口にツーランホームランで一気に4点取るんだけどもこれ西村に変える必要あったのかなっていうね2アウトになってもうあのまま上原でよかったんちゃうかっていう別に打たれそんな打たれてないからね、まあ、犠牲フライっていうところでね失点してるだけであってこれがちょっと謎だったねだからここら辺が育成だから試してるのかなっていうねところはあるけどもで日本もね3回ね清宮のホームランでいい形でね点をね、取ってこう同点にね追いつくんだけどもで4回のね表に石井がねライトでタイムリーヒットを打ってで勝ち越しっていうねところになって清宮の打席ツーアウト1・3塁から一塁ランナー石井がね盗塁アウトっていうのも謎だね清宮その前の打席ホームランを打っててっていうところで、まあ、ダブルスチールすることなく普通に盗塁してアウトっていうねこれもちょっとよく分からなかったねもったいなかったねで5回宇佐美のねセカンドゴロの間に、1点取ってね清宮はねライトでツーベース打ってアルカンタラショートゴロの間に3塁行ってで宇佐美がねワンアウト3塁からセカンドゴロの間に1点取ってで、まあ、4点取るけどもう地道にで6回にもね松本がねライトへ2塁打で今度フォアボールで、野村がライトへファールフライでタッチアップしてねこれね何気に近藤もねセカンドでタッチアップグッとねでワンアウトに三塁からセコンドゴロに1点あと1点っていうところでねここでもう1本ねそう石アウトなんだけどもここでバイパンっていうところでね打ち切れなくてでまあ5対4でねまあ負けるんだけども8回ね浅間がレフト前打ってここまでね首位打者の松本がねバンとするんだよねで、その後近藤野村がアウトなんだけども全体的によく分かんなかったのが育成でいろんな試しをして俺は別にそれでいいと思うのねもうじゃあ来年っていうところではねそうやって割り切って育成でいろいろ試していこうと来年のためにやっていこうっていうね、形でやってんのかなと思いきや最後松本のバンドって1点取りに勝ちに行くみたいなだここは今までの流れのこの盗塁とかピッチャー変えるとかいろんなことの試しとか育成っていう中で言うとこの8回の松本はその流れで打たしてもよかったんちゃうかっていうところでねちょっとよくね育成なのかな一生目先の勝利にこだわってんのかなっていうところはちょっとよく分かんなかったけどもまあ結果ねロッテが、まあ、5安打でね犠牲フライでいいところを取って、しっかり勝ち切るっていうねで7日ね1対7で日本ハムの勝ち越しっていうね勝ちっていうところでこの日本ハムはね連打とつながったねまあ2回の表に9名がねカーブホームラン打っていい形のね、まあ、いや狙ってたわけじゃないだろうけどいい形の反応できたねで先発はね日本ハム田中瑛斗ね6回77球1で4三振2球2デッドボール1失点と、まあ、立ち上がりね若干制球乱れたけども、まあ、しっかり踏み込んでしっかりボールを前で離すっていうところでねホームの安定感っていうところはねあったけどもまあ勝ちはしたけどねちょっと評価としては次回に持ち越しかなっていうね。まあ、でもいい形でね、勝ったんで、田中へと、グッピッチ、ナイス勝利、おめでとう。ね。で、ロッテ先発佐藤ね、5回3分の2、88球、8安打2、3、4、3、4、5、4、全体的に高かったね。まあ、そこを日本ハム打線がね、しっかり仕留めるっていうところで、2回ね、清宮ホームラン。でもこのね、その裏に山口がね、また、ホームラン打って、これまたロッテの流れかなっていうね、ところはあったけども、まあ、ロッテとしてはね、これ1回裏に、荻野デッドボール、で、高部ショート内安打、でノーアウト1・2塁から中村バンド失敗バーッとこれ痛いよねでその後安田井上と手入らなくてここきっちり決めてて行ってたら勝ってたけどねこういうところをそっつがね今日は流れをね日本ハムに変えたかなとで3回の表にね上川田フォアボールで近藤がセンターへのタイムリーツーベースでノーアウト2・2塁から杉谷をねボテボテのショートゴロの間に3塁行って松本がねレフトにタイムリーヒットってねしっかり2点取ってねこれもすぐ取れたっていうところはね、この2連敗してた流れをね、変えるっていうところでは、この松本のね、ヒットっていうのは非常に大きかったかなと。で、これ次ね、次の1点どっちが出るかで勝負っていうところで5回表にね、カビカバダこのライト前ヒット。で、近藤フォアボールで、杉谷がバスターでレフト前、ね、打ってタイムリー。で、
ま、松本の時に佐藤形成悪送球てん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 ってなるよ。で野村がセンタータイムリーヒットってね。でまたここで佐藤送球ミスてん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 て1イニング2回はきついよね。そこで1、2点取られてね。で7回にも、松本ね、またタイムリースリーベースで、氷のタイムリーヒットっていうところで、まあ、着実にね点を取って、まあこれねしっかりとしたいい形のね先生なんか押したまよしっていうね、味方の点数にもね田中も守られていい形のねピッチングできたから、とロッテとしてはもうほぼいいところなしです。ミスがね多い中でも、まあランナーはね出してんだけどね、あのランナー出してんだけども、そこから今日はね連打が続かず、4回もね佐藤ダブルプレー、5回も荻野ダブルプレーとね、こういったところでねしっかりこのシュートスライダーっていうところも高め、田中ねコースにいいところ投げてね打ち取るっていうところでは自分のピッチングねしっかりできたんじゃないでしょうか。で、まあ、ロッテとしては4回5回6回ね、先頭バッター出るけども、まあ、しっかりねそれを連打で続けるっていうところで、まあ、完敗だね。ロッテとしては結果ね2勝1敗でロッテの勝ち越しでした。続いては楽天対ソフトバンク、7月5日、弘前での試合、2対6でソフトバンクが勝ち。で1日移動日明けて7月7日、楽天生命パーク、5対2で楽天の勝ち。首位攻防戦1勝1敗の五分っていう形でね終わりましたけども、まあ、5日の日ね6対2でソフトバンクというところで、ソフトバンク先発大関ね6回106球1安打4三振5四球1デッドボール2失点と、まあ、全体的に制球は荒れ球、ただねだからといってストライクを取りに行くことなく、しっかり思い切ってね置きに行くことなく腕を振れて投げれたっていうのは非常にグッピッチング結果につながったかなと。だからまっすぐはね、力強く、その中でフォークっていうところがねまあ生かしきれたかなと。でも立ち上がりほぼストレートだったからね、まあどん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 ストレートでね押していき、まあフォアボールも出すけどね、そこで縮こまったりね置きに行ったりすることなくしっかり最後まで腕振れたっていうところは大関のね良さが出て、まあ相手もね、いい感じで荒れてたんで、ちょっと的を絞りきれずね、まあ1安打っていうところで、まあ大関のね、結果的に状態は良くなかったと思うけども、腕をしっかり振れたっていうところが結果につながったかなと。で、楽天先発の則本ね、5回98球、7安打6三振、4四球、1デッドボール6失点と、まあ、失点した回は特にね、球が高くなって、連打で6失点っていうところで、コース投げてるけど高いっていうね、そこをしっかり仕留められちゃったからと。でソフトバンクはね、初回ね、三森がセンター前ヒット。で、シュートの時に三森盗塁、ナイス盗塁。もうスタート良かったね、めちゃくちゃ。で、シュートがね、無理やりでも、セカンドゴロ打って進塁打。で、ここで牧原ね、最後アウトコースストレート空振り三振。で、柳田ね、いい形で打つけども、セカンドライナーね、浅村の、ポジショニングもね、深めで良かったかなっていうところでね、チャンス作るけど1点取れずっていうね、ところだったけども、まあ3回ね、先頭、キャッチャー渡辺陸がね、ライト前ヒット。これもしっかりね、しっかり振ってるからね、いい形のね、ライト前飛んで。で、野村がね、バント。で、三森フォアボール。で、ワンアウト一塁からシュートの時にね、甘みちょっと高め入ってきて、それをね、ライト前ヒット。で、ワンアウト満塁になって、今度こそ負けやらっていうところでね、三振。1打席目は最後、アウトコースのストレートで三振。で、2打席目は、そのストレートに負けないように行こうって負けやら、そしたら大谷とこから落とされて三振っていうね、この配球をね、グッピチ。則本もね良かったかなと、思います。でこれでまた無得点かってなった時に、この2アウト満塁から柳田がねセンターへのタイムリーヒット、あれも真ん中若干ねアウトコース高め入ってね、甘みに入ってセンター前タイムリーヒット、このねグッと2点大きかったね。でもここで終わりかなと思ったら、その後ね2アウト1塁からこのね柳町のねインコースの球っていうのはね、則本めちゃくちゃ良かったんだけども、柳町がコンパクトに振り抜いてセンター前かなと思いきや、ぐんぐん伸びていってセンターオーバーのタイムリースリーベース、柳町こういったところのねさばきっていうところがやっぱ今年のね一番結果が出てるポイントなんじゃないのかなと。ここで一気に4点になったのは大きかったね。でしかもその後の4回にまた今宮センター前ヒット、ここで渡辺陸がね甘く真ん中入ってきちゃったんだよね、そのパスが打った瞬間ライトへホームランで6点、まあこれでねほぼ試合が決まったかなと。で楽天もね、5回裏に、やっとね初ヒット、太田がね岡島デッドボールで、鈴木大地セカンドゴロの間に2塁行って、で初ヒット太田がねセンター前タイムリーで、6回裏ここ若干荒れてね、小深田フォアボールで、盗塁成功。で、浅村ショートゴロ。で、ワンアウト三塁になって、島内フォアボール。で、銀次のね、セカンドゴロ。中途半端だったけど、あれジャックした方はダブルプレー行きだけどね。まあ、ダブルプレーね、崩れて1点取って。
まあ、これがやっとだったかな。2安打だからね。全体的に。で、3、5、6、7と、先頭ランナーね、楽でも出すんだけども、やっぱり、もう1本、そして連打っていうとこがなく、まあ、これはちょっと完敗だね。で、ここでね、ソフトバンクはね、リリーフ盛り、前回の西武戦からね、帰ってきて、なんか、いろいろ結構言われたらしくて、体絞ってきたらしいんだよね。まあ、それでね、まあ、まだまだ投球自体は全盛期まで戻ってきてないけども、まあね、また後ろも疲れてくる頃だから、そういったところにね、この森がジョイントで入って、しっかり上げていけばね、まだ盤石なね、リリーフ陣形成できるんじゃないのかなっていうところではね、すごい体絞ったなっていう。でもなんか周りにね、結構太りすぎやとかいろいろ言われたらしくて、まあ、そこはしっかり調整してきたっていうところはね、今後の結果、楽しみな存在になってくるんじゃないでしょうか。続いてね、7日の試合、5対2で楽天っていうところで、もうこの日はね、もう、楽天先発騎士。7回95球、2安打6三振、1四球無失点と、めちゃくちゃコントロール良かった。ストレートもチェンジアップもスライダーもカーブもめちゃくちゃ調子良くて、で、チェンジアップなんてフォークね、に落ちて、比率で言うと、まっすぐが 45% ぐらいで、チェンジアップが 25% ぐらい投げて、カーブ、スライダーが 15% 打つぐらいっていうね、まっすぐチェンジアップをコンビネーションしながらカーブ、スライダーで目先を変えていくっていうね。しかもコントロールも切れ味もすごい抜群で、非常にピッチ完璧でした。ね。で、その中で、ソフトバンク先発、大竹ね、3回、66球3安打、フォアボール1個、デッドボール1個の2失点っていうところで、まあちょっとね、これもったいなかったね。この、いいところでね、前回に比べると非常にいいピッチングだったと思います。でも大竹っていうのはどっちかっていうと、打たして取るピッチングっていうところで、まあ、ミスが出た以来ね、それが出たのが3回裏。ワンアウトから岡島ね、ライトへツーベース。で、隅谷がレフト前ヒットで、ワンアウト一三塁になって、西川のね、サードゴロ、ね、ボテボテの。で、取ってホーム投げたら、イージーアウトだったのにもかかわらず、ファンブルしていって、これ痛かったね。で、その後ね、小深田、ワンアウト一三塁からね、ライトフライ。で、浅村フォアボール出すけども、島内をね、しっかりセンターフライで打ち取って、ここね、大竹1失点で収めたっていうのは非常に良かったなと思います。でも、やっぱ打たしてそれだけであるシュートね、ランナー目に入ったと思うけども、あれね、アウトにしたかった。そしたら0点でね、行きたっていうね。で、4回のはね、レフト。銀次はね、レフト前ヒット。そんで、鈴木大地、デッドボール。あ、デッドボール。スイングしてるようにも見えるけど、デッドボール。ね。で、ここで、ノーアウト1塁から後ろの時にね、ピッチャー松本に代わって、で、送りバント成功。で、ワンアウト2、3塁から岡島のね、レフト、犠牲フライで1点っていうところで、まあ、しっかりね、取れる時に取ってるっていうところでは楽天のね、この2点目は大きかったかなと。で、7回裏にね、一気に、3点っていうね、中村亮太ね、投げたけども、まあ、これね、ちょっとプロの厳しさ味合うっていうところで、岡島がね、ライト前ヒット。で、隅田にね、送りバント成功で、西川、で、小深田連続タイムリーの、で、浅村の時に小深田盗塁して、こう三振取るけども、島内がしっかりレフト前、タイムリーツーベースで、一気に3点でゲームセット。ね。で、9回にね、ソフトバンクは、マキアのね、タイムリーで2点取るけども、まあ、ちょっと時すでに遅しっていうところで、まあ、今回はね、岸のピッチングに素晴らしさを感じたかなと。あとしっかりね、取れる時に取って、先制ね、最後ダメ押しと、いい形の楽天としては試合展開だったんじゃないでしょうか。結果はね、1勝1敗、首位攻防戦は五分でした。続いては、オリックス対西武。5日4対5でセーブ。6日4対5でセーブ。7日6対2でオリックス。西武の2勝1敗で勝ち越しっていうね、いうところになりましたけども、5日ね、5対4でセーブっていうところで、オリックス先発宮城ね、6回3分の1、102球、9安打5三振、2四球3失点と、まあ、ヒットは打たれるも、要所をね、しっかり締めて粘り強く投げて、まあ、良くもないけど、悪くはなかったかなっていうようなピッチング見えたけども、まあ、7回ね、西武、中村がね、ワンアウト、2塁からね、チェンジアップね、うまくね、こう、しっかりね、体重が下がってね、うまく拾われて打たれて、レフトへね、タイムリーツーベース。で、オグレディにね、初球、高く浮いたスライダーをね、初球パコーンってね、ライトへツーランっていうところで、まあ、このね、7回のね、この中村オグレディっていうところね、逆転劇、ここ痛かったね。それまでもランナー出しながらね、要所要所でね、バッティーピッチングしてたんだけどね。まあ、オリックスとしてはね、2回に、杉本の先制ホームランでね、したけども、でもね、この7回裏にしっかりね、ワンアウトから吉田がね、フェンス直撃のツーベース、右中間に打って、マッカーシがね、レフトタイムリーツーベース。
で、ワンアウト二塁から松本からね、水上に変わるけども、中がアウトになって、杉本がね、また同点タイムリーヒットっていうところで追いつくっていうね、粘り強くいい試合してんだけどね。まあ、その中でね、西武先発松本、6回3分の1、89球、6安打3三振、無四球3失点と、まあ、球数も少なく、ストライク先行で勝負できて、まあ、制球も良くてね、いい投球できたと思うんだけども、やっぱりね、この、ミスコントロールっていうところがね、失点につながったかなと。だから2回裏の杉本のね、ホームランっていうところもスライダーが高めに浮いてね、アウトコースの。で、まあ、ツーアウトからホームランっていうね。で、7回の裏もね、先ほど言ったように吉田がツーベース打って、で、マッカーシーにね、ストレートが高めに浮いちゃって、マッカーシー高め好きだからね、で、それがレフトへタイムリーヒットっていうね、ちょっと高め浮いたところを仕留められた。まあ、全体として悪くなかったけど、そこね、行ったところをね、よくね、その、杉本のマッカーシーもミスショットなく、タイムリーホームランにね、つなげたかなと。このね、やっぱ、杉本のね、状態が上がってきたっていうところもあるんだけど、やっぱアウトコース、もともと杉本好きだと思うんだよね、インコース。そのアウトコースをしっかり打てる、ミッションとすることなく打てるっていうところが、やっぱ状態ね、上がってきてるからと。で、先ほども言ってるようにね、この2アウト2から杉本ね、ピッチャー水上に変わってるところを、高めのね、スライダー。だからここ低め行っておけばよかったけど、高めに浮いてね、それ同点タイムリーっていうね。で、西武もね、取られたら取り返すっていうところで、同点されて、8回表にね、ピッチャー本田から森がね、ライトホームラン。ここで森の状態がやっぱ上がってきたっていうのもセーブね。大きいね。で、そのオリックスね、8回裏、ピッチャー平に代わって、紅林のね、サードゴロエラー、サード平野バーって、これは痛いよ。で、その後、ワイルドピッチ、松尾がね、逆球、外構えてた、内引っ掛けてね、あれはね、キャッチャー森も、あれは無理よ。あれは取れって、さすがにちょっと厳しい。で、福田がバンドして、ワンアウト三塁になって、胸がね、センターへ同点の犠牲フライ、ノーヒットで同点。痛いね、このミスっていうところでね、この流れでね、負けるんだけどね。でもその中ね、12回表、ピッチャービドルからね、相手がレフトへ決勝のホームラン。ガーッと。素晴らしいね。まあ、悪い流れでね、勝ち切ったっていう。オリックスはね、9回、10回、12回と、サヨナラチャンス作るも一本出ずっていうところで、9回もね、マッカーシーが先頭で出て、ワンアウト、1、2塁になって、杉本敬遠してね、で、T 岡田アウト、で、大城がアウトでサヨナラできず。で、10回にもね、先頭、ピッチャー森脇から福田がね、内野安打で出て、胸送りバント、ワンアウト2塁から、足立がね、サードゴロ、吉田正尚が敬遠されて、佐野皓大、ね、空振り三振。で、12回も1点取られてね、5対4になってっていうところで、ピッチャーね、宮がワンアウトから福田宗さん連続フォアボール。いや、これやらかすぞ、危ないぞって言って、ワンアウト1、2塁から足立、山足が連続でアウトでゲームセット。ね。だからオリックスも勝つチャンスあったけどね。まあそういったところではね、西武もね、ちょっとミスで点をね、取られてっていうところで嫌な流れをね、相手がしっかりね、ホームランで勝ち切るっていうところでは、いい形のね、勝ち方だったんじゃないでしょうか。で続いて、4月6日、4対5で西武の勝ちっていうところで、オリックスは自滅&不運です。はい。オリックスはね、2回裏、杉本がね、また左中間へ、先制のね、ホームランっていうところで、まあいい形のね、を作るんだけども、ね、西武は、4回表ね、中村、サードゴロエラーね、胸ね、よく取ったよ。あの速い打球。よく取ったけど、ファーストに後頭悪送球で、で、ノーアウト二塁になって、その際がね、センター前ヒット。で、ノーアウト一三塁から高木がね、レフトへ同点の犠牲フライっていうね、これまたミスで。これ痛いね。これ普通に取ってたら点入ってなかったかもしれない。で、西武はね、6回表、山川をね、11球粘って、左中間ホームラン山川食って、これ粘ってホームランっていうのはね、相手にダメージを与えるのが大きいんだよね。で、でも取られたら取り返すぞっていうところで、オリックスはね、6回裏、胸がね、さっきのエラーを取り返すっていうね、ライト前ヒット。で、中川バント。で、吉田セカンドゴロ。で、マッカーシーがライトへね、同点タイムリーっていうね、ところでもこのね、繋がって吉田が当たってダメかっていうところで、マッカーシーの同点、でかいね。でも取られたら取り返すって言って、7回表。ね、ワンアウト満塁から、ワイルドピッチ、トング、股の下抜ける、バーンと。これは、止めなきゃ。ね。でもその後ね、しっかり山川三振、中村をね、三振とね、黒木ね、非常に踏ん張ったと思う。だからさ、あれは止めたけなくね。で、8回表にピッチャーね、ノーミンになって、先頭との先フォアボールで高木送りバント、オグレディ三振するけども、アイトがね、またレフトへタイムリーヒットで、4対2と。もうこれで、すんなりいくなっていうところで、ピッチャーね、水上から平に変わって、ワンアウトから中川がね、ライトへ、ね、宇宙間抜ける。スリーベース。なんと吉田正尚が、ワンボールからのね、フォークボール、すくい上げて、ホームラン、吉田、グッて。
まさかのホームラン、さすが吉田っていうね。でまだこれで延長なるんだけども、まあ、10回の表にね、ピッチャー今度ね、源田がレフトへスリーベースっていうところで、ここでねレフトの中が中途半端にスライディングして横だったけどね、で後逸でセンター福田も返球がねちょっとワンテンポなんか遅いよね、投げるのどこ投げようか迷ったかなって、一気に源田がねスリーベースっていう、だから中があれ止めなきゃ前に最悪ね。でこれで森がセンターでね勝ち越しヒットになって、ちょっと記録上エラーじゃないけども、そのね中川前止めなきゃっていう、福田がちょっと返球ちょっとワンテンポねなぜか遅れるっていうところは正直ちょっともったいなかったかな。でもまあ不運で言えばね、8回表ね2アウト2塁西武の攻撃、相手のレフト前ヒットでねセカンドランナーとの先ホームクロスプレーになるけども、スライディングあれ足曲がってんだよね、膝がね。でまあ多分セーフリクエストでセーフになったんだけども、まあ、元々判定もセーフでね、映像あの2個しかなかったら多分見えなかったんだろうね。でも俺なんかネットで違うやつ見たんだよね、タッチしてて足が届いてないやつだから不運だね。映像には残ってないけど写真には残ってて、でもあの映像で判断するしかないから不運だね。あれはね、8回のあの1点がなければっていうね。まあでもそしたらまあ吉田のホームラン打ってるかどうか分かんないけども、ちょっと不運だったね。まあでもちょっとミスっていうところはね、ちょっとオリックス自滅アンドフーだから、まあ結局ね自滅感もあるんでね、ちょっともったいなかったかなっていうね。で7日6対2でね、オリックスの勝ちっていうところで、オリックスね先発ドラフト1位のボクドキで6回94球2安打7三振2四球無失点とね8勝利グッドおめでとうね。全体的にあなんかね、まっすぐも確かに走ってて、あとなんかこうやっぱりねなんかワンテンポちょっと遅れてるような感じがするんだよね。だからバッターとしたらちょっとねタイミング取りづらいかもしれない、あれはね。でその中でなんかフォークが特徴的だよね、なんかフワンって一回振ってから落ちるんだよね、なんか塩崎さんの進化みたいな感じでトントンじゃなくてフワンって落ちていく、なんかの独特の軌道っていうところと、やっぱ若干遅れてくるっていうところで、ちょっとタイミングはね、西武打線、初見ではね、取りづらかったかなと。でもここに来てね、先発でもし向こうの気がいい形で回れればね、オリックスとしたらかなり大きなね、人材になってくるので、非常にね、次回登板も楽しみで、ございます。で、西武もね、怪我から復帰っていうところでね、今井、6回114球、4安打7三振、5四球3失点と。まあ、クオリティスタートで収めてるけども、ちょっといいボールと悪いボールがちょっとはっきりしすぎたかなと。だからいい今井と悪い今井がちょっと混合しながらなって、まあまあ、今季初登板っていうところで、まあこっからっていうところもあるんでね、まあ出だしとしたらまあまあかっていうところはあるけども、まあちょっといい具合と悪い今井が出てね、っていう感じだったけど、まあよく踏ん張ったかなと。まあその中でね、6回裏、オリックスの攻撃ね、足立がセンター前、吉田アウトになるけども、マッカーシーフォアボール。で、ここでね、杉本がライトでタイムリーツーベースを打って、で、その後ね、ワンアウト二三塁。で、ここで、T 岡田のセカンドゴロね、外崎のフィルダーチョイスでホームセーフと2点目。あれ、ワンピースで投げてたアウトだっただけにもったいないね。それか、うんってこらえてファーストにしとけばね。だからね、ここうまくいったら、その後ね、紅林が一三塁から犠牲フライって3点になるんだけども、これうまくやってたら1点で済んだんだよね。で、最悪ファーストいったら2点で済んでたっていうところでは、ちょっと重たい3点になったかなと。で、7回の裏、ピッチャー棒高足になって、野口がフォアボール。で、長川の時に森のね、悪送球により出塁。ね。で、足立がね、三振。吉田の時にデッドボール。で、ワンアウト満塁からボーと。あれはね、キャッチャー取れない。その前のね、悪送球は痛いけど、あれはね、キャッチャーにさすがに取れない。で、1点入って、で、杉本が、レフトへタイムリーヒットっていうね、ところで、もうこれ6点。これでもうゲームセットみたいな感じだったけども、まあ、ここで気になるのはね、ちょっとこの3連戦見ててね、まあ、杉本が復調してきて上がってきたっていうのもあるんだけども、杉本打ってるのが全部アウトコースなんだよね。で、インコースにね、あんま攻めれてないんだよね。だからそういった意味ではインコースね、しっかり攻めなかっていうところはね、あると思うけども、ちょっとこの杉本がね、上がってきたっていうところでは、オリックスとしてはね、明るい材料かなと。で、8回にね、アイトがまたね、ビドルからレフトスタンドでツーランホームラン、アイトクって、ビドルキラー。ね。だけど、まあ、しっかり、まあ、6点っていうところではね、ちょっと時すでに遅しっていうところで、まあ、むくのきのね、いいピッチング、杉本のね、ナイスパッティングっていうところでね、3連敗阻止っていうね。まあ、でも結果はね、2勝1敗で西武の勝ち越しでした。
続いては DeNA 対中日、5日の日は雨天中止でございます。6日3対1で DeNA、 7日0対0の引き分け、結果 DeNA の勝ち越しっていうところになりましたけども、6日の日ね、3対1で DeNA ね、先発を抜き5回90球5安打5三振4四球1失点と、まあね、腕をね、鞭のようにしならせて、まあ、ゆったりしたフォームからしっかり右足にね、ためを作ってから割れも作って、鞭のように腕をね、しっかり振ってボールをね、しっかりリリースポイント前で離すっていうね。で、まあストレートもフォークもね、同じ腕の振りでしっかり投げて見極めて、指摘には中日打線ね、なかなか難しかったのかなと。で、中日先発はね、小笠原、6回93球、6安打3三振、1球3失点と、まあ、初回ね、制球定まらず高めに浮いて3失点っていうところで、まあこれが痛かったかなって結果ね。で、まあ、DeNA はね、初回、桑原ね、ショートで内安打、ショートのところね、三遊、二遊間で内安打。で、ここで盗塁、ここで木下が悪送球で三塁行って、で、太田がね、センター前タイムリーヒット。で、佐野がレフトへツーベース。で、牧がね、センター犠牲フライ。で、ワンアウト二塁から宮崎のね、レフトへタイムリーツーベース。この宮崎のタイムリーツーベース大きかったね。計3点と。ここで高めにね、小笠原ね、球が浮いたっていうところは、ちょっと立ち上がり入るとね、ピリッとしなかった。まあ、結果この3点が痛かったんだけどね。で、中日がね、3回表。小笠原がね、フォアボールで出て、大島ね、内野安打。で、ノーアウト1、2から岡林がね、バントを決めて、ワンアウト2、3塁からビシエドのセカンドゴロの間に行って、その後マルチネス、連打、出ずっていうところで、まあ、こう1点止まりね。で、結局3対1なんだけども、まあ、中日はね、まあ、2回、5回、7回と、チャンス作るも1本出ずっていうね、2回もね、フォアボール2つで、2アウト1塁チャンス作るけども、強打がね、見逃し三振。で、まあ、3回もね、マルチネス1本出ず。で、5回も、ワンアウトから大島ライト前、岡林アウトだけど、ビシエドセンター前で、マルチネスフォアボール。で、2アウト満塁から、阿部がね、センターフライっていうね、7回も、代打ね、伊藤、ね、牧のファンブルでエラー、牧バーって、守備、頑張っていこう。WBC 入るためには、守備もちゃんとやっとかなきゃ。ね。で、大島がアウト。で、岡林ショートの内野安打。ワンアウト1、2になって、ビシエド、マルディエス、アウト。というところで、ちょっとね、去年のドラゴンズに似てきたかなと。チャンス作るも一本出ずっていうところではね、ちょっと打線が深刻かなと。小笠原もね、初回の本当3失点だけで抑えて踏ん張ったんだけどもね、7日、0対0の引き分けっていうところで、中日先発ね、高橋。7回90球、3安打9三振、自死球無失点、グッピッチク。しかもドラゴンズ史上最速158キロマークっていうところでね、まあ、160キロも出るでしょ。このままいけばね、非常に素晴らしいピッチングで DeNA としてはもう打つ手なしっていうね。で、その後ね、清水、ライデル・マルティネス、藤島、祖父江、谷本でね、しっかり後続もね、藤島が1本打たれたけども、もうそれ以外ね、ランナー出すこともなく、しっかり抑えたっていうところでは、投手陣ね、グッてね。で、DeNA もね、先発東、8回109球、3安打4三振、デッドボール1個と、非常にね、腕も振って、制球良かったね、ナイスピッチングと。その後ね、山崎、伊勢、エスコバー、平田とね、ここもしっかり抑えて、結果ね、0対0の引き分けっていうところで、まあ、両チームほぼチャンスなかったんでね、まあ、強いて言ったら5回裏ね、DeNA、宮崎がね、ツーベース打って、まあ、その後ね、後続が打てなくて点入んないんだけども、ここが唯一のチャンスだったかなと。まあ、でもこれはもうね、両チームのピッチャーがね、グッピッチで良かったんじゃないでしょうか。まあ、結果ね、1勝、1引き分けで DeNA の勝ち越しでした。続いて、阪神対広島、5日、雨天中止、6日、3対2で阪神、7日、0対3で広島、1勝1敗の5分っていうね、形になりましたけども、阪神先発西ね、6回3分の1、87球、2安打2三振、1四球2失点と、まあ、2試合連続ね、ここまで KO、6月21日対広島5失点、6月28日対 DeNA6 失点と、まあ、そこからね、2連敗してきたけども、まあ、しっかり勝ちっていうところでね、まあ、今日の試合ね、この試合は両コースね、制球非常にね、グッと良かったかなと。まあ、特にね、シュートが非常に対右に対して有効的に効いたかなと。で、球持ちもよく、指にしっかりかかってたっていうところではね、ピュンっていうね、ストレートも若干このね、出だしのピュンっていうところが非常に良かったんじゃないのかなと思います。で、広島ね、先発どこだ ?7 回105球、5安打4三振、3四球3失点と。まあ、4回のね、3失点のみだから、まあ、これはもう攻められないね。で、まあ、広島はね、2回表、マクブルームね、ショート、ゴロ、中野ファンブル、バッと。で、その後、坂倉がね、ツーランホームラン、坂倉グーって。ね。
いうところで、これはちょっと西またかっていうね、うわ不穏でエラーからっていうねところだったけど、もうその後ねしっかり踏ん張ったかなと。で阪神はね、3回裏2アウトからね近本が、30試合連続ヒット、球団タイ記録ね、で今シーズン100安打目っていうねセンター前ヒット打って、で佐藤輝ね、詰まりながらもね、インコースのツーシーム詰まりながらもライトへヒットっていうね、あれもしっかり振ってるからね、ライトに落ちるって。で大山フォアボール、2アウト1、3塁が、まあこれは仕方ないね。まあもうこう一番要警戒だからね、フォアボールでこの後北条どうなるかっていうね、2アウト満塁からね、レフトにタイムリーヒット、北条グッと詰まってね。で2アウト1、塁から山本がねセンター前タイムリーヒットっていうところでね、非常にこのヒットはね大きかったかなと思った。山本グッドナイスヒット。でもここでよ、ショートね小園がね追いついてるのよ、追いついてるけど後ろね多分グラブ合わせれなかったんだろうね、バウンドセンター前抜けて。これね最悪ね取れなくても止めなきゃいけないね。そうすることによってこのね3点目っていうのがなかっただけに、ここはねちょっと小園のプレーにねバーッと上げたいと思います。やっぱそれぐらいねいい選手になってもらいたいんで、ああ取れなかったじゃ済まされない、止めなきゃね最悪ね。で阪神はね7回表西からねスパッと坂倉の時にピッチャーをね渡辺に変えたっていうのもね、グッチグッチ采配、しかも渡辺グッピッチね、まあ前回前々回のがあるからね、やっぱりねこの良かったけども、もうここはスパッと変えようっていうね、しかも坂倉にホームラン打たれてるしっていうね、このベンチの思い切りの良さっていうところも非常にねよく、まあね3対2で勝ちっていうね、まあ、広島は2安打だからね、まあこれはもうどうしようもないし、まあ阪神もね5安打の中そのね4回に集中打を見せたっていうところでは非常にねいい勝ち方だったんじゃないでしょうかね。で西からね渡辺岩崎とね、ノーヒットでしっかり抑えて逃げ切ったっていうところでは非常にねグッピチね。広島もね中崎が3三振で抑えてるんで、こっから中崎も上がっていって、ちょっとなんかリリーフが集めますけどね、広島も面白い形になるんじゃないでしょうか。で、7日の日0対3でね広島の勝利っていうところで、まあ、この試合はねやっぱりねこれアンダーソン先発、8回107球4安打9三振1球無失点、ストレートめちゃくちゃ良くてですね、そっからのカットボールが切れてチェンジアップで緩急つけれてっていうところで、もう言うことなしだね、めちゃくちゃ球持ちよかったね。でそれでもどんだけ前から投げるんやっていうぐらい投げてね、球の切れもテレビで見てる感じでもストレートのスピード感っていうのは非常にあったんで、非常にね素晴らしいピッチング、だったと思います。で阪神先発ね、キリシキ、5回70球4安打6三振1失点、こちらもね非常にインコースのねこのクロスのボールっていうところが効いてね、素晴らしいピッチング、これはもう攻められないね、次回登板もねぜひ期待したいところかなと思いますね。でその中でね、2回マクブルーブのねちょっとね思い切って引っ張られて左中間のホームランね、でまあこのまま終わるかなっていうところでね、ピッチャーね梶谷9回ねバックブループがレフト前ヒットで、坂倉ライト前ヒットでノーアウト1、3塁から磯村のねセーフティースクイズが失敗ね、ホームアウトっていうね、あバントも悪いけどスタートも遅かったね、あれはもう完璧なアウトだ、もう止まってもよかったかもしれないね、まあでも止まれないねセーフティースクイズって言ったらね、もうさすがにね。で、コドナアウトで、ワンアウト、1、塁からコドナアウトで、2アウト1、塁になって、ここで松山がね、センターへ2点タイムリーツーベース、松山、グッと。この2点、大きかったね。やっぱ最後ね、栗林行くって言っても、やっぱ1点より2点って。これ、もし松山が、このね、ヒットを打ってなかったら、ひょっとしたら逆転もね、される可能性も、なきにしもあらずっていうところではね、この松山のセンター前タイムリーツーベースっていうのは非常に、グッバイって。だったと思います。でこの試合なんと近本がですね4打数ノーヒットと、連続試合が30試合で止まるっていうね、まあねこれでも素晴らしいけども、33試合の日本記録、高橋芳彦さんは抜かれなかった喜んでるじゃないでしょうかっていうね、怒られるこんなこと言ってたらのもあるけどね、そういったところではまあ完敗だね、良かったからね、やっぱアンダーソンをねで栗林直結っていうところでね、非常に広島としては完璧な勝ち方だったんじゃないでしょうか。結果ね1勝1敗の五分でした。続いて巨人対ヤクルト、5日4対1で巨人、6日4対3で巨人のサヨナラ勝ち、7日3対11でヤクルト、巨人の2勝1敗で勝ち越し、ヤクルトの連続勝ち越しカードストップっていうねところになりましたけども、まあ巨人をね、5日4対1で勝利というところで、ヤクルト先発ね、高橋奎二5回3分の1106球8安打6三振4四球4失点と、まあ初回3失点でこれが
まあ5連打打たれるんだけども、まあ、全て変化球打たれてるんだよね。だからまあミーティングでしっかりやってきて変化球で多分行こうってなったんだとは思うけども、まあこれ結果論なるけども、まあストレート8球変化球7球と15球のうちね、ほぼ半分半分だったんだけど、まあここが裏目に出たんだよね。だからまあもうちょっとストレート行ってほしかったなっていうところはね、まあこれはミーティングしてやった結果だからね、結果論だからね、仕方ないけども、まあ、良さを出すために行ってほしかったなと。で、4回裏ね、大城にストレートをね、ホームラン打たれるんだけども、まあこの一発っていうのは非常にね、大きくね、のしかかって、まあ大城はね、グッパッティングだったけども、ここね、やっぱり序盤から変化球投げすぎてるかですか、わかんないけど、躍動感がないんだよね。ちょっと合わせに行ってるっていうか、このガーンっていうのがね、なかったんだよね。だからそこが若干ね、ちょっと心配。だからそこら辺のね、やっぱね、ストレート力強さっての変化球だから、このね、次の登板までに、ストレートを全力で力んでガンって投げるっていうキャッチボールでもいいから、そういうのはちょっと入れといた方がいいかなと、思います。巨人先発戸郷ね、6回119球、4安打5三振、3四球、1デッドボール、1失点と。まあ中4日でね、まあ前回、中4日で行って、あれはちょっと無理だったね、ヤクルト戦ね。ちょっと早かった。まあでもこれぐらい早く詰めてね、落とさなきゃいけないから仕方ないけども、まあ今回も中4日でね、ヤクルト戦に持ってきたっていうところで、まあ全体的にね、腕しっかり振れて、まあ制球、崩す場面も結構あったけども、まあ、初回ねしっかりこの逆転したっていうところがね大きかったね。初回ヤクルトはね塩見レフト前で山崎がね、セカンド内野安打で、ワンアウトノーアウト一三塁からね山田哲人の犠牲フライで、その後村上フォアボール出すけども、まあ青木中村を打ち取ってこれ1失点で収めたんだけども、まあ、その後はねしっかりこのね、あの吉川ライト前、ウォーカーライト前、丸がねライトへタイムリーヒット、岡本がね、レフトへタイムリーヒットで、坂本レフトへタイムリーツーベースと、ここで一気に3点取ったっていうところがね、まあ大きかったかなと。まあよく言えばね、その後のノーアウト2、3塁からね、ポランコ中田、で、大城健で戸郷でね、アウト。このポランコ中田でもう1点ぐらい取れたけどね、まあ試合勝ったから、いいけどね。まあそういったところでね、しっかり、初回に逆転してもらって、リズムよく投げれたっていうところもあったんで、まあうまくまとめてね、まあ今も戸郷は巨人のエースだからね、そういった意味では、まあフォアボールとかデッドボールも出したけども、まあうまくまとめてきたかなと。で、この4回のね、先ほど言った大城の一発っていうところが非常に大きく。で、その後ね、今村平内大勢と、リリーフもね、よくそのままの流れでね、踏ん張り切って、しっかり勝った。このカード頭を勝てたのは大きかったかなと。ヤクルトはね、2回、6回、9回とチャンスあったけども、1本出ず。だからこの2回のね、2アウト2塁からね、塩見デッドボールで山崎アウトと、ここでね、1点でも取ってたら流れがね、変わったかなと。で、6回、村上、青木とね、連続フォアボール。で、ノーアウト1塁から中村のね、ダブルプレー、これ痛かった。9回もワンアウトからね、中村オスナ連続ヒットするけども、まあ長岡、代打、浜田がね、最後打てなくて、まあ、これはまあ仕方ないかなと。全体的に戸郷が頑張って、やっぱ初回のね、高橋奎二のね、やっぱ変化球連投で打たれたっていうのはちょっと痛かったかなと。で、6日ね、4対3で巨人のサヨナラ勝ちっていうところで、まあ巨人はね、一発攻勢。ヤクルトはヒット出るも連打続かず、得点増やせずっていうところがね、まあ勝敗につながったかなと。巨人はね、2回裏、中田がね、まあ、ストレートほぼど真ん中に入ったのを、レフトでね、ホームラン。で、4回裏、大城がね、今度フォーク。うまくすくったね、このフォークね。うまくすくって、ライトでね、ホームラン。で、5回裏ね、岡本、チェンジアップね。これよく止まったね、小川の。フォーク打たれたら、チェンジアップですね。チェンジアップよく止まって、ね、ホームラン。ね、このグッグッグッ、ね、3連発っていうところでね、しっかり得点をね、重ねたっていうところが大きかったね。で、ヤクルトもね、3回裏、3回表にね、長岡ライト前、で、大岡送りバンドで、塩見センターヒット打って、ワンアウト一塁から山崎のね、センターへ同点タイムリーっていうね、この下位打線から上位に向けて得点したっていうのは、この打線の流れとしては良かったけども、山田がね、三振。で、村上フォアボールで、新外国人のギブレハン、ね、ショートゴロっていうところで、この試合はね、全部、やっぱこのね、最後一本出ずっていうね、だから、あと、5回もね、先頭ね、ピッチャーの小川が、強烈内野安打。で、この塩見がね、463ダブルプレーっていうところで行かせず。6回も、ワンアウトから村上ね、フェンス直撃のツーベース。で、ギブレハン三振。中村サードゴロとね、ここもう一本出ず。で、7回、ワンアウトから長岡浜田ね、連続フォアボール。で、塩見ショートゴロ。で、山崎がね、サードゴロアウトっていうところで一本出ずっていうね。だからここら辺でポンポンポーンとね、出とけばね、っていうところはね、もうちょっと楽な展開っていうのがあったけども、ようやくね、この8回にワンアウトから村上フォアボール、
で、ここね、代打坂口三振するけども、ツーアウト一塁から中村がね、レフト前ヒット。で、ツーアウト一塁からオスナがね、センターへタイムリーヒットで、長岡がセンターへの同点タイムリーヒットと。まあ、平内今村がね、打たれちゃう、今日は。っていうところでね、同点に追いついて、うわ、こっから、ヤクルトの今回は逆襲かっていうところで、9回裏ね、ピッチャー田口、先頭ね、矢尾板、フォアボール粘ってね、これ痛かったね、田口としては。で、重野もね、送りバント。で、大城、センターぐらいでアウトに取るけども、マスダリックフォアボールで、最後吉川にレフトにね、サヨナラタイムリーツーベースを打たれて、ジエンド。吉川、グッバッて。まあ、田口もね、ここまでしっかり頑張ってきて、まあ、この敗戦はね、仕方ないかなと。やっぱこの5回、6回、7回でね、ポンポンポン出ずっていう。あとはね、やっぱりこのね、ヤクルトのね、やっぱり一番の大事なのは、やっぱ村上の後だね。まあ、今日もね、ギブレハン、そして、っていうところね、後ろがやっぱり繋がらないっていうところでね、村上をフォアボールでもいいかなとっていうね、ところがちょっと村上もね、このもう一つ伸びきらないっていうところもあるんで、ちょっとね、この村上の後ろっていうところがキーポイントになるかなと思った6日の試合でしたね。7日、もうこちらはね、シューメーカー、初回でね、決まったね、BS 日テレでね、やってて、見てたんだけども、シューメーカーね、ワンアウト取ってから山崎フォアボールで山田にライトへタイムリー、ツーベースを、打たれて、村上ライト前ヒット。で、ここでね、言ってた5番、青木がセンターへのタイムリーヒット。で、オスナアウトになるけども、内山がタイムリー。で、長岡がまたタイムリーツーベースと、一気に5点。これでほぼほぼ試合決まるようになったんだけども、球高かったね、シューメーカー立ち上がりね。そこをまあ、ポンポンポーンってやられてね。でもその1回ぐらいにね、ワンアウトからウォーカーが、ホームランを打ってね、この1点でひょっとしたらまた流れ行くかなっていうところはあるけども、まあ一番大きかったのは、この4回表に、塩見のね、ライトスタンドのホームランっていうね、6点目取ったのが、まあ非常にね、試合展開を決めたかなと。で、5回裏ね、増田大がレフト前ヒット打ってからの、隣にね、代打、増田陸がレフトスタンドでツーランホームランっていうところもあるけども、結果ね、先発石川、5回84球、7安打5三振、1球3失点と、まあ大量得点にね、恵まれ、いい形の勝利。まあでもやっぱり石川ね、あの腕振ってね、まっすぐでも変化球でも、あの腕振ってしっかり制球できるっていうところがね、まあこのね、年齢にもなって、あと球威とかも落ちてきてる中でも、しっかりね、試合を組み立てれるっていうね、まあ本当お手本のようなね、素晴らしいピッチングだったと思います。で、6回、村上押し出しから青木のね、ショートゴロの間に行って、で、7回も、丸山のね、センタータイムリーツーベースと、着実に点を取っていって、9回また丸山のタイムリーと、11対3で、ヤクルトの完勝でございます。ちょっとね、まあこれはもう仕方ない。もうここまで流れ来たらね、しっかりもう行かれちゃうからと。もうほぼほぼね、みんな打って、まあ丸山もね、途中からで2打数2安打3打点、長岡も5打数3安打2打点っていうね、いうところで、まあ石川、野手は先発全員安打だね。そういった意味ではもう完勝で、ございます。しかし、巨人の2勝1敗で勝ち越しでした。続いて、猛暑送り事故行きましょう。続いてのカードはですね、巨人対 DeNA。DeNA の皆さん、巨人はね、1番吉川、2番ウォーカー。ここをね、ちょっと一番注意していきましょう。ここがね、連動して打ったりするとね、一気にね、大量失点も食らうんで、このね、2人、必ず気をつけて、初回からね、立ち上がり、気をつけていきましょう。巨人の皆さん、DeNA ね、マーキーが若干落ちてきてるんで、これね、起こしちゃうとどえらいことになるんで、このままね、マーキーを氷漬けに、夏ですけどね、氷漬けにしておきましょう。あとね、桑原の出塁、ここはね、ちょっと気をつけていきたい。そういったところでは気をつけて。ヤクルト対阪神。阪神の皆さん、ヤクルトはね、村上の次打つやつ、ここを抑えとけば、なんとかなるから、そのね、次のバッター誰かにもよるけども、このね、村上の次っていうところを意識してね、全力で抑えていきましょう。そしたらね、大量に失点なんないし、村上をね、歩かせるっていう選択肢もできるんでね、そこだね、キーポイント。ヤクルトの皆さん、阪神ね、大山の次のバッターよ。そこ気をつけて。そこをね、しっかりマークできれれば、大山歩かせるっていう手もあるからね。だからね、この対決はね、大山と村上の次打つバッターがどれだけ打つかで勝敗決まると思います。中日対広島。広島の皆さん、中日、打線がね、カッチカチに凍ってます。もう、氷河期です。思い切って、
全力でいきましょう。中日の皆さん、カープね、秋山がもう多分来るんじゃないのかな。気をつけてよ。もうどんどん回っちゃうよ。もう乱打戦になったら勝てないからね。投手戦で1点勝負で勝負してね、いきましょう。バッテリー頑張って。パリーグ、楽天対西武。楽天の皆さん、西武ね、山川なんだけども、森気をつけましょう。森がね、ちょっと状態上がってきて打つようになってきてるんで、あと愛と気分よく来てるからね、気をつけて。西武の皆さん、楽天ね、キーポイントはこちらです。浅村。ね、あとね、西川がね、打ったのよ、終盤ね。そこで状態上がってきてややこしくなるから、まあ、西川の出塁はね、気をつけとこう。フォアボールとか出しても盗塁あるしね。あとはもう浅村抑えとけばもう盗塁でもなるから、そこに全勢力でいきましょう。オリックス対ロッテ。ロッテの皆さん、オリックスね、杉本上がってきてるからアウトコースばっかり投げてたら打たれるよ。どこまでインコースね、投げ切れるかで勝負。インコースの行きどころだけ考えてアウトコース一辺倒なんないことなったら行かれるよ。オリックス皆さん、ロッテはね、もう初戦高部荻野なんだよ。ここ押さえとけばね、もうあとは楽勝よ。ね、出したら足使われてややこしいからね、全勢力かけてそこはね、抑えていきましょう。ソフトバンク対日本ハム。日本ハムの皆さん、ソフトバンクね、柳町気をつけようか。かなり粘ってきてね、コンタクトして打っていくからね。あと牧原もちょっと下がってたけど最後打ったしね、いい感じできてるから、そこのね、柳田周りっていうところをね、しっかり押さえていかないと、柳田にランナー打ってパポーン行かれたらね、終わるからね、そこね、気をつけていきましょう。ソフトバンクの皆さん、日本ハムね、松本だね、やっぱね、出るわ。で、近藤来てるからね、この2人でね、ぐるんぐるんいい勝ちで打線つながりかけるから、そのね、とにかく松本を抑えていこう。打つからね、もうバントしてくれたらラッキーだから、ね、それぐらいの気持ちで、松本、気をつけて。さあ、ということでね、この週末もプロ野球楽しんでいきましょう。佐々木智也の総チェックでした。それでは、グッバイ。